グレッグ・ジョゼフ・ゴルソンはアメリカ合衆国テキサス州オースティン出身のプロ野球選手。宇藤右打ち、フリーエージェント。高校時代はリッキー・ヘンガーソンと比較されるほどの瞬速で注目を集めていた。2004年にドラフト一巡目でフィラデルフィア・フィリーズに入団。2006年には133試合で160三振。 2007年には136試合で170三振を喫する一方で2年連続で2桁本塁打と30盗塁を記録。2008年9月3日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。同年11月20日にジョン・メーベリー・ジュニアとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。2009年は シーズンのほぼすべてを 3A で過ごし、レンジャーズでは1試合1打席のみの出場に止まった。2010年1月26日に、ディエフェとなり、マイナー選手1人金銭とのトレードで、ニューヨークヤンキースに移籍した。同年9月14日のタンパベーレーズ戦では、9回裏、1死2塁から、右ひで3塁を狙ったカール・クロフォードを、矢のような送球で刺し、勝利に貢献した。 2011年12月8日に FA となった。12月13日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2012年3月25日にロイヤルズとメジャー契約を結んだ。2013年1月30日にロッキーズとマイナー契約で再契約した。7月18日に FA となった。7月30日にアトランタブレーブスと マイナー契約を結んだ。オフの11月5日に FA となった。2014年1月13日にミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ。3月25日に FA となった。4月3日に独立リーグであるアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだ。2015年はメキシカンリーグのベラクルス・レッド・イーグルスと契約。 5月26日にラモン・ラミレスとのトレードでキンタナロー・タイガースに移籍。2016年2月24日に FA となった。3月18日にアトランティックリーグのニューブリテン・ビーズと契約。2017年3月28日にメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースと契約した。5月5日に FA となった。 5月26日にサマセットペトリオッツと契約。2018年3月9日にアメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツと契約するが、3月28日にトレードでテキサスウェアホッグスに移籍。2019年5月27日にアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。ありがとうございます。